よし、じゃあメインストーリーを進めていきましょう。さあ、今回でおそらくパッチ 5.、3、4、5は終わると思うんで。うん。ここら辺は前回見たっけ？うん。見てないか。パガルザの時のように居住地を狙う、読んだか？うん。まあ、何にしても戦闘があるのは確かか。ん？あ。アレンバルトか。ヤツミは僕を裏切るという仕事がまだ残っているんで、死んでもらっては困ると。ん？ははは。彼らはアラミゴでの誓いを守ってくれた。はは。その信頼に応えるためにも、一人でも多く、テンパードにされた誘拐の被害者たちを救い出さなくちゃね。うん。行きましょう。あ、やっぱもう終盤だな。終盤というか、まあ、これで終わるか。さすがに。うん。さっきのクエストタイトルも、確かこのサブタイトルだっけ？え？なお、このクエストバトルでは進行度が保存され、ある程度まで進めてから敗北した場合、途中から再挑戦することができます。他のクエストバトルに挑戦したりログアウトすると、保存された進行度は破棄されますのでご注意ください。ははは。ちょっと待って。一応直しておくか。装備の修理。うん。まあおそらくなんとかなるでしょう。アイテムレベル493。うん。なんか音がちっちゃいな。よし。よし、行きましょう。じゃ、連戦になるのかな？それはあるか。前回の以前の、なんだっけ。飛燕を操作した後に自分を操作して家へと戦った、ああいう感じかな。あそこは家で負けたらまた、比叡のところから、だったから、ああいうケースではなくなるということかな。うん。なんか違和感感じるな。ここにエステニアンがいるってのは。シャーレアンへの要請が断られたことは聞いているね。帝国が何を企んでいるのか、どう対策を立てればいいか。見通すことはまた難しくなってしまった。うん。そんなゴリ夢中の我々に敵は最大戦力をぶつけてきた。苦しい状況だが、今は全力を尽くすしかない。それが未来を作るきっかけになると信じて。うん。これ前回の自分の動画を見直して気づいたんだけど、今アルフィノたちがやってることってのは、過去に古代人たちが終末に抗うためにゾディアックを召喚した時の形に似ているわけだ。そう考えると、やっぱあのアシエンじゃないわ、シャーレアン側ってのが、ハイデリンか、ハイデリン側の何かしらっていう風な可能性も結構的外れじゃないような気もしてくるし。うん。何のことはない。俺たちが必死なのはいつものことだ。今回もまた同じようにやりきるだけさ。うん。ほんとさ、この漆黒で一番変わったのってこのサンクレットだよね、多分。しかし、急に力強い演説をぶつな。迷いは晴れたのか。そっか。蒼天でアルフィノが成長して、グレンでは理性か。漆黒で。迷いの霧の中にいる。だが、曖昧な心にそれでいいと言ってくれた人がいたんだ。前に進もうとすること、それこそが必要なのだと。気づくのが遅いのよ。最初からみんな、あなたはそれでいいって言ってたじゃない。こいつは頭がいい割にバカなところがあるからな。立ち止まるつもりもないのに進むべきかと悩むんだ。まあらしいとは思うがな。
さあ、俺たちも戦場へと向かおう。テロフォロイの軍勢はすでに侵入しているらしい。うん。私は敵兵の精神汚染を解くことを優先するわ。できるだけ無力化するように心がけてみて。敵の行動目的は未だ謎のまま。皆様、夢をお気をつけよ。うん、あ、そうか、なんか足りないなと思ったらリーンか。失格ではずっとリーンがいたからな。さて、誰と戦闘することになるのか。あ、ん、テロフォロイの軍勢を倒せ。あ、あ、テロフォロイの軍勢はカルテネア平原の戦域に展開しております。上空にアシエンの姿を捉えましたが、すぐに行方をくらませました。くらませた、どうやら高みの見物を決め込むらしい。異形の番神め、どうも動きが読めん。奇襲したと思えば追撃もせずどこかへ、飛燕か。何らかの目的があって行動しているのかもしれん。暁は異形の番神の、うん、わかった。このフライングメッセージってこのスピードを遅くできないのかな。あ、まあ、とりあえずサンクレットのところに集まってくる。サンクレット、お前どこ行くんだ。まあ、サンクレットのところによってサンクレットおそらくターゲットを取ってくれると思うんで、うん、取ってくれるよね。そして僕は召喚獣を出せと、うん、あれこれサンクレットが取ってくれないか。あー、意外だね。そんなことやってないでちゃんと戦わなきゃ。うん、サンクレットがこのターゲットを取ってくれないということになると、僕はウリエンジェのところに、ウリエンジェかアルキノのところに行って回復をしっかりと受けられる状態にしておくべきということかな。やっぱ喋りながらだとちょっとやっぱうまくいかないな。そしてターゲットがうまく、あれ召喚獣呼んだよね、うん、ちょ、マジで全然動けてないんですけど。まあ、これをやりましょう。ゼルインガを打っていって、これ他の NPC たちの HP に気を配っていなきゃいけないとかそういうことはないよね。こうしてこうか、うん、でもう一回打ちましょう。よし、こっち行くか、うん、でこうだ。今範囲とか全然見てなかった。アームドウェポン結構強いなこいつ。あー、これ使ってないし、もったいない、もったいない。このアームドウェポンダメだ、強いわめちゃめちゃ。でこのプレデターをまずは倒しましょう。肉食獣。よし、まあ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 、まあ、おそらくここで死ぬってことはないと思うんだね。ん、俺らがやつを引きつけよう。みんなは異形の番神を探してくれ。ウリエンジャー分散して探索、あ、捜索を。はあ、まあどちらにしろ僕はしっかりとドットを入れましょう。ドットを使って戦うのもおそらくこれがメインストーリー上では最後になるかな。これもやんなきゃ。いやでもなんかやんなきゃいけないのかな。あ、やんなきゃいけないわ。異形の番神を見つけ出せ。じゃあこれ、あ、いろんなやつがいるんだ。見て回りたいところだけども、あ、うん、飛燕とかもどっかにいるかな。さっき声が聞こえたし。いや、いかんぞ、うん、ん？あれ、プロダクトか、プロダクトの一環かこれは。暁が散開していく中、アリゼたちは帝国軍と戦闘を続けていた。このフィギュア出そうだな。1万円ぐらいかな。全員揃えるとなると結構な出費になるけど、1万はないかとなるともう少しサイズを落として、5、6000円、うん、あり得るな。あ、アリゼを操作。あ、敵の増援か。アリゼと、じゃあこれじゃ治療ができないわ。敵を先に、先に敵を、あ、待て、その前に
ちゃんとここら辺をどういうものかを確認しましょう。これもコンボか。4段階やるわけだ。あ、でも傷兵 MP がその度に上がっていくんだ。あ、そういうわけでもないか。バルフレア。バルフレアってどうしても12を思い出してしまうな。コンボスコーチ。あれ、これも、え？これもコンボなんだ。待て待て。使用するごとに以下の魔法を順番に発動する。魔法か。はあ、ははあ。はあ、ははあ。これ何が、あ、これはインスタントか。じゃあ基本これになるのかな。基本これやって、これは、あ、でも消費 MP。え、これちょっと使い分けがよくわからんな。で、これはクリムゾンセイバー。自身の周囲の敵に無属性範囲魔法攻撃。威力20、200。8メートル。フレッシュ。ははは。ま、ここら辺、ま、基本これかな。あ、でも消費 MP が激しいか、こっち。これは？コントルシクスト。対象とその周囲の敵に物理、攻撃。これが重要か。バルケアル。消費 MP500。 ちょっと待って、対象の MP ってことは、これ自分にもかけられるってことかな。それは、え、なんか自分にはどうやってかけんの、これ。自分をターゲットでどうやったっけ。あれ、あ、そうか。誰もターゲットしていない状態でバルケアを利用すると自分に、回復と。はぁはぁはぁ。まあ、やってみるか。とりあえず、左から行くか。じゃあ、グラハティアさん。これは周囲の敵に、これやってみるか。OK。で、まずはこれだ。これでコンボをつなげてみましょう。ちょ待って。まあ、これやってみよう。あ、これがあれか、突進のやつか。あれ、なんかやる前に死んでしまうんだけど。え、うん、はははで、これで300いくよね。ん、300というか、で、バルフレア、あれ、ちょっと待って、わかんない。やろうとしてる前に死んでしまっているのが、これがバルファイアで。で、これがバルストーン。バルエアラはやったんだ。で、これがバルフレアか。ああ。じゃあ、特に、僕がやろうとし、え、うん。いろいろとやろうとしていた前に、敵が死んでしまっていたと。で、これ、うん。あ、この Z のやつか。ん？あ。あれ？あ、そっかそっか。え？あ、この、そうかね、この敵の近くにいないといけないとか、そういうこともあるんだ。ほんと召喚しかやってないからな。あまりそこら辺わからないんだよね。あ、そうかそうか。え、これインスタンスじゃないの。あ、ちょっとグラハティア、お前危ないじゃん。グラハティアをターゲットってやった。とりあえずグラハティアに死んでもらってはここではまずいので、前回まで回復しておきましょう。ちょっと右側のやつはわからないんで、うん、左側のこの攻撃でなんとかしのいでみましょう。ここは、ここら辺も、あ、まあ、そうかそうか、ここら辺は敵が固まっている時にやった方が効果的ということなんでしょうか。で、こうか。グラハティア、グラハティア、お前危ないぞ。帝国万歳はまだ言ってるんだ。 OKOK。やっぱこの、こういう戦闘の時はこの、うん、回復が強いね。この豚もどきはちゃんとついてきてるんだ。テロフォロイガンマ。で、敵、外が消えたらこういくと。ここでちょっと下手に動くと、
敵の懐に飛んでいってしまうような気もするし、こうしましょう。で、グラハティアの回復、グラハティアの回復だけでもなんとかなりそうな気もするな。あ、そうでもないか。結構 HP 高いぞ。何かドット的なものないのかな。まあ、とりあえずこれやるか。で、これは、あ、まあ、これも、あ、これちょっとまずいかな。向こう側に行った方が良かったかな。あ、そっか、これで置いて、だからグラハティアがそこにいるとやばくない？大丈夫か、グラハティア。よし、グラハティアの HP もそうだけど、自分の HP にもちゃんと気を回さなきゃ。で、ターゲットを外して回復すると自分を回復ということか。よし、あ、どうも動いちゃうな。うん、これはさっきと同じか。じゃあ、まあ、こいつで負けるとこではないか、さすがに。うん、はい。で、自分を回復し、のグラハティアも一応回復しましょう。うん、よし、こいつは問題ない。この2人が来るってことは、じゃあヤシトラとウリセじゃない、ウリエンジェか。ヤシトラとウリエンジェのパターンも来るんでしょうか。うん、あ、え、ああ、え、指示を出し、ああ、治療を頼む、こ、え、指示を出す、うん、はあ、ははあ、え、うん。これでいいんだよね。うん、まあ、それほど汚染の状況は悪くないと思うし、うん、楽には解除できるのかな。ファダニエル、うん、うん、うん、何をやろうとしてるんでしょうか。気づいた。うん、はは、何が来たんだ。うん、柱、ははは、くさびか。この目がより深くエーテルを見通せるようになってからカルタネオ平原へと赴いたことはなかったけど、今この地に立ってみて気づいたことがあるの。はは、ここはアジムステップにあったクサビ石の、なんだっけ、と同じ、ん、あれ以上に各地の地脈が集まっている。エーテルの流れの、結節点よ。エーテルを集めてるってのもこの地脈を利用してるのかな、やっぱ。ファダニエルが埋め込んだあの光の柱は地脈にまで伸び、結節点に食い込んでいる。敵の狙いが読めた。光の柱を異形の蛮神たちに破壊させることで、連鎖的に結節点を破壊するつもりよ。はははは。地脈の流れが乱れて大地震が起きたりすると。ははは。なるほどね。いかなる企みによって結節点を破壊するのか。見通せることも多いですが、今はただ阻止するのみ。地脈の結節点にも破壊されぬよう守りに抜きましょう。守れか。ん？ルナ・オーディン。もう撃破しか。あ、今度はこの3人か。年長組か。待て待て。マレフィナ。
敵対象に、対象に無属性魔法攻撃、これが基本になるのかな。コンボクラウンロード、コンボ用アクション、運命の巡り合わせによってカードをドローする、追加効果、自身の MP を最大 MP の 10% 回復する。あ、これが回復なんだ、 MP ので、その後に攻撃か、クラウンロード。サリアクの巻物こんないろんなジョブにコンボってあるんだ。召喚しないよね。デスティニースリーブドロー、運命の巡り合わせによってカードをドローする。ん、あれ、こっちの方が、あ、でもこれやって、いや、どうなんだろう、先にこれやった方がいいかな、リキャストが長いから。サリアクの巻物、自身とその周囲パーティーメンバーにサリアクの巻物の効果を付与する。30秒、サリアクの巻物の効果は4ダメージが上昇し、オートアタックの攻撃感覚とウェポンスキルによる魔法のキャソリ、強くなるとベネフィク、これが回復か。わあ、ちょっとたくさんあるんですけど、これがケアルで、ケアルラみたいな感じか。ケアルラ、まあ過去のナンバーでいうところの、自身を中心に不動級を生成する。不動級、あのバリアか。ちょっとやってみるか。あ、これウリエンジャバリアになった。あ、しかも回復するんだこれ。パーティーメンバーの被ダメージを 10% 軽減、18秒、さらに範囲内にいる、これ自分が動いたら、あ、消えるんだ、なるほど。あ、じゃあ自分が動かない限りはあれずっと張っていられるんだ。へえ。周囲にいる、周囲にいる自身およびパーティーメンバーのに継続回復効果を付与する。ああ動くとダメと。ちょ待って、やることをちょっと削ろう。やらないやつはやらないでした方がいいような気がする。これが基本の攻撃で、コンボ用アクション、あ、まあでも使うか。最低限削ってこの6個が選ばれたわけだよね。まあこの6個があればなんとかなるでしょうっていう風な話で、まあこれがあるってことは、これが必要な何か大技が敵にあるってわけだ。そこの見極めだなまあそんなこといいから、どんどん早くやれということか。これ結構遠いな。まあ行きましょう。はい、ちょっと待って、結節団の地脈を守るわけだよね。あ、フォーカスターゲットを今やっちゃうとちょっとやめとくか。はい、うん、はい、あ、そうか、サンクレット、うん、これで、まあ、MP は減っていないんで、まあ、とりあえずこのマレフィガで攻撃を加えていきながら、だなってことでいいんだよね。で、こうなったらとりあえずちょっとこの範囲だけ確認しておこう。あ、なるほどね、うん、あ、動くとキャストが、え、あ、これはちゃんとこうしなきゃいけないと。あれ、ちょっと今押したぞ自分がこのお守りしますをスタート機が来るとは。あれ、ちょっとなんか間違ってる。え、あ、いいの、え、いいのわかんないけど、侵略の結節点、これもう一回やったらこっちにターゲットが移るとかないよね。で、これで回復だよね。で、これが攻撃になると。ここはおとなしくちょっと他の NPC たちのところに行きましょう。腕の見せ所だな。お、うん、え、なになになに、なになになに、ちょ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 待て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 、よくわからない、よくわからない。うん、この
召喚士ってあまりこの動きながら攻撃できるんで、え、何、あ、なるほど、ここでこれか、この駆動球か。どこに逃げんの、ここでこれかな。うん、で自分が動かなければいいわけだよね。何か間違ってますか。あー、うん、むしろ動かずにこうやって回復をし続けることによって他のキャラクターに、あー、それでも、あ、自分が動かなくてもやっぱ制限時間はあるんだ。なるほどなるほど。ちょっと待って待って、え、あ、ちょっと待って待って、あれも倒さなきゃいけないし、ここにもいないといけないし、まずとりあえずあの鎖を解くことに集中して、自分はこの回復じゃなくて頭割りに入った状態でいないとまずいと。よし、あ、ちょっと待って、ここでこうか。うわあ、やばいんですけど。オッケー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 。あ、そうか、っていうか不動級やったままでいればよかったんだ、回復もするし。ちょっとこの状態でこの見てられないぞ。え、なになになに、あ、またか。まあ一応やるか。うん、なんか違うな。多分違うぞ。まあとりあえず回復はできてるわけだし、制限時間が来るまでこのままでいて、解けたら攻撃をしましょう。どこだ、サンクルット、そこか。あっ、だだだ、自分のカーソルを、マウスカーソルを見失った。ここでいいんでしょうか。いやー、まあ、僕ばっかりだな。で、ちょ、回復も、魔力も回復しておきましょう。うん、で、これで 30% 回復で、あ、そっか、これの2段階、あれ、どれだっけ、あ、これか。違うわ、これやんなきゃダメだ、やっぱ。で、3段階目のコンボ、じゃあ2段階目のコンボで敵の、じゃなくて味方の攻撃力が上がっていくわけだから、ん？何？何何何？わわわわわ、あ、違う、間違えた、間違えた。オーケー。すぐはどうだ？そこか。オーケー。これは、でもなんだかんだで、一応いけてるな。侵略の結節点のダメージって、そう、あ、そっか、僕の回復も届いてるのかな、あそこに。うん、よくわかりませんが、サンクレット、お前やばいって。あれ、うん、これでいいか。ヤシトラもいるよね。よし、あとは2人がやってくれるじゃん、やってくれるでしょ。うん、危なこれ難しいわ、全然わからないわ。他のジョブのことほんと全く見にも知らないしな。ふう、いや、3つ目のあの技か、味方の攻撃力が上がるってやつ、あれの使い方をもう少し、うん、うまくやればなんとかなったか。一方その頃グラハティアたちは異形の蛮神ルナ・ラーバナと対峙していた。ちょっといろいろ来るなこれ、なんか FF5 っぽいなこの連戦。ラーバナか、全然覚えてないぞ。なんか蝶々とかいたよね、あと落ちたりしたよね。さすがに落ちるってことはないか、落ちるってことはないけども、ん？武神ラーバナ、生半可な相手ではないわ、全力で行くわよ。さあ分からんぞ。コンボファウル、あ、これは単純に威力が上がっていくというわけではないけども、4回目のコンボで威力が650か。ブリザジャ、MP の回復と、はは、MP がなくなったらこれを使えと。サンダジャ、継続ダメージ、これはまあドットってことか。でケアルラで HP を回復、
ケアルナは自分、単体の回復か。で、メディカラ、あ、そっか、メディカラか。ブレイク。あ、ブレイク使えるんだ。自身の周囲の敵の行動を阻害する。対象の移動や栄翔を妨害し、あらゆる行動を一定時間封じる。あ、この、ここの使いどころか。あ、蝶々のアイコンなんだ。ちょっと待って、これをやりながら、まあ、とりあえずサンダージャを入れてドットを付与してから、これを、連発すると。で MP がなくなったらブリザー社で、状況によって回復を使ってブレイクか。ブレイクってスタンみたいなことでいいのかな。まあやるしかないか。行きましょう。この炎症か。これあんま近くに寄らない方がいいんじゃない。この地脈の結節点に何かしらの攻撃が被ってしまうような気もするし、で MP ががっつり減ったところで、これを、あ、早いかな。ケアルを自分に、じゃない、ケアルだ、あれ、ケアル、あ、ケアルだ、え、あ、そうか、アリゼも回復できるんだった。そういえばここでこれか。関係なし。あ、出た、蝶々。この蝶々は誰から落とせばいいのか分かりませんが、まあ、とりあえずこの近くにいる蝶々から。あれ、ちょ別に蝶々だから、ちょじゃなくて、あれ、こんなんでいいの。なんか違うよね。あ、ブレイクで動きを封じるって書いてあるじゃん。何やってんだ、まったく。もう一回確認しよう。この数を叩き落とすのは、ブレイクで蝶の動きを封じる。わかった。なるほどね。結構さっきのブレイク見た感じ、エフェクトがかなり広かったんで、中央あたりで使えば全部にかかるということでいいかな。確かにこれ最初からだとさすがにちょっとだるいもんな。いや、フライングメッセージ無理だって、あの速さでこのわちゃわちゃしてる時に。いや、それはもう見たんで。で、これか。この段階で、このブレイクを使えば、おそらく全部にかかると。で、このやってる間に倒せってことか。で、いいんだよね。ブレイクは頻繁にやった方がいいな。でも、この、あ、っていうか、これさ、ブレイクは、僕がやってるだけというか、ブレイクは僕じゃなくて、僕はブレイク。なんだ。あ、なんかやってきたな、そういえば、こんなんも。メディカラの用意。よし。もう一回やりましょう。ブレイクの長女が出てきたときは、僕はブレイク係になって、攻撃はアリゼだけに任せるっていう風なことでもいいか。特に制限時間がシビアっていうわけでもなさそうだし。あれ？え？あれ？なんだ今のは。ケアルラじゃなくて。やばい。やっぱこの自分の回復はこの結節線の回復にもつながっているわけだ。え？何？まあ、とりあえず攻撃をしましょう。で、ファイジャで。あれ？あ、そっか、MP がないんだ。MP がないという状況はあまり経験しないからな。ちょっとアリゼまずいんですけど。やばい。 OK、 もう一回やっとくか。で次は
あ、これってさ、横からじゃないとダメってやつかな、今のエフェクトからするに。そういうわけでもないのかな。なんかあったよね、そういう出来も。ちゃ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 、回復しましょう。じゃあね、ケアロじゃなくてケアロラをやらなきゃ。何をやってるんだ。 OK、 ここにいましょう。ベターマラにも一応攻撃を加えていかなきゃ。ええあれおかしいな。あ、でこのサンダジャも入れなきゃ。くそ全然ダメだ。次は何だ。ん、これは何ですか。はあ、まあよくわからないけども普通にやるか。エーテルを集め始めた。何が起こるんですか。ちょやめてやめてやめて。あ、ブレイク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 。あ、危ないよ。ここは、僕はずっとブレイクでいいよね、おそらく。だからこそのインスタンスへの。インスタント。MP が、あれ、アリゼさん。ああ。これでいいんだよね。回復。MP を回復してサンダジャを入れましょう。で、アリゼの HP がやばいんで、ケアルラを入れましょう。血栓線の一応回復もしておくか。ケアルラだ。で、僕は攻撃も一応入れておきましょう。ファイジャー。で、これファイジャー。で、三つ目のファイジャーで、次がファウルだ。ファウル。650。OK。やっぱブレイクの使いどころか、あそこをちゃんと見ておけば特に問題はないか。電線だな本当に。一方その頃冒険者たちは異形の蛮神ルナイフリートと対峙していた。あこの3人か。この自分のキャラクターをフィギュア化できたら面白そうかもね、オーダーメイドで。どうなるんでしょうか。やっぱくさびはあるか、どうしたって。遠心インフリート、アレンバルドが遭遇した異形の蛮神か。仇だな。まあ、とりあえずサモンしておきましょう。これ周りってやっぱ入ったら即死かな。よく見失うんだよな。エステニアン、アルフィノ、回復はアルフィノだからアルフィノの近くにいるか。まあ、とりあえずエーテルパクトで HP じゃなくて底上げしてからのこう来てこうだ。さすがにこれはできてないしおかしい。嫌な気配を味わうじゃなくて漂わせてやがる。ちょめちゃめちゃこっち来るんですけど。ちょアルフィの回復お願い。アルフィの回復って結構頼りない時あるからな。どれだこれか。レコーダー、よし問題ない。くさびか。くさびやってくるか。イフリート、あ、これはやはり倒しておかなければならないということでしょうか。で、こうか。あれ今の一撃で倒せないんだ。貫く。とりあえずこの戦闘思ったけど、フライングメッセージを見逃すとやばいよね。こっちにも一応バイオガを入れておくか。で、こっちにもこの戦法もこのドットを撃てる、僕じゃないとできないとか。間違えた。待って。これでいいか。あ、もったいない時にやってしまった。OK。で、こうだ。ああ。
僕にやっぱ集中するな攻撃が。あもったいない。あこれもあるんだ。あちょ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 あちょっと、ま、待って待って待って、これ結構意外に範囲が、あ危ね、結構範囲広いんだよねあれ、見た目よりも。よしだだだだだだ、あそうか僕に来るんだ、面倒なやつだ。次は外か。やっぱこの召喚して動きながら攻撃できるのが最大のメリットだよね。あこれも忘れてた。よし、特にやっぱ自分が使っている職だけあってまあ当然だけど、ん異形のくさびを作り出す。うん、あいや、うん、あこれ、ま、忘れてた、うん、よし問題ないぞ。ちょっとなんかいろいろ動きすぎかな。別に僕が動かなくても、アルフィノが攻撃じゃなくて回復はしてくれるわけだし、それほど焦る必要はないか。え、うん、エーテルパクトするか、今度来たら。あ、お前か。あ、これ。うん。うん。そういうことね。OK。まあこの NPC についていけば確実と。エーテルパークとやりのトライディーズアスター。トライディーズアスターもなくなるのかな、やっぱ。あ、違うな。はい、か。これをやって、で、こうだ。今度は真ん中か。で、これをやって、これをやりの、こうやると。うん、これしか言ってないけども。まあ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 。で、ドットをかけましょう、ドット。あ、うん。あれ、またさっきのやつ。あー、くさびかな。え、あ、え、ちょっとこれ。これどうすんの、奥の手。ちょっと待って、このフライングメッセージ見逃すなよ。あ、このペースは無理だからイフイートに攻撃をした方がいいんでしょうか。あ、増えた。あ、すごい増えた。エステニアンで全てのくさびを破壊していったけど、このあれ、この4つ、え、あ、なるほど。やっぱフライングメッセージを見逃すかどうか、見逃してしまうかどうか。ん、反動が、あリタイアか。よし、じゃああとは僕とアルフィノで決めるしかない。まあアルフィノが回復なんで、ちょ、うん、ちょっと近くに寄っておこう。やめろやめろ、全く問題ないな。とりあえずは決めちゃおう、早めに。あ、これやっとけばよかった。いいね、イフリードがなんだかんだで一番弱いか。あ、間違えた間違えた間違えてた間違えてた。いや間違えてないのか、わからない、どうなのかわからないけど、なんとか言ったでしょう。うん、 OK。 へえ、暑い。まだ日中だと暑いな。オーケー。うん、うん、この距離怪しい。あファダニエル。おやおや、ここまで抵抗するとは予想外でしたね。計画を早めるつもりでしたが失敗失敗。まあ構いません、少しばかり時間がかかるだけのこと。ああ、あ
消えた。ふう、連戦だったの本当に。あ、メフリットっぽい。帝国か。もう帝国も何もないか、こうなってしまっては。なるほどね。確かに、なんだっけな、なんかのトレーラーじゃないわ、なんだっけ、ベンチマークソフトか、あれで帝国と共闘しているようなシーンもあったし、まあそういう流れになるのか。ああダメでした。アリセ、精神汚染された者たちは。できる限りは治療したわ。ポークシーを持つ術師たちも全力を尽くしてくれた。でも全員を救うことは。お、メルヴィン、ラウバン、カヌ。ああいるね全員。暗い顔をなさるな、暁の勇者たちよ。観音体徳、帝国に連れ去られた同胞すべての帰還はかなわずとも、少なからぬ者たちを正気に戻すことができた。はは。我らが同胞を救うため、そなたらが死力を尽くしてくれたことは疑う余地もない。私はまだまだまだ未熟だけど、これからもまっすぐ走っていくから。伝えてくれてありがとう。あなたたちの言葉に私の方が救われたわ。決して完全なる勝利ではない。それでも私たちはきっと前に進んでいる。ここで立ち止まってなるものか。そうだろう。なんかこの堅苦なさが、確かにゾディアクを召喚した人たちのそのなんか感じにも似てるかなっていう気はするな、やっぱ。ここからまた一歩を踏み出そう。決着をつけるまで逃げはしない。まあ付き合おうね。あーでも下行ってみたいところだけどな。まあ、月が次なる舞台が。あ、ここで終わりか。本当に謎だらけだ。
ああ。どうなるんでしょうか。アーリーアクセスが19日か。まあ、ほんとあと少しだな。エンドロール来るんでしょうか。ああ、来るんだ。これは流していいやつなのかな。まあ、うん、そんな長くはないと思うけども、カットしておくか。どうやってカットしたっけ。カットっていうか、なんか早くできなかったっけ。いいね。それほど長いというわけでもないのかな。なんかこのどんどんこの流れ速くすることできなかったっけ。スペース違うか。うん、あ、え、あ、え、なるほど。あ、やっぱ速さは調整できるわけだ。あ、間違えた、間違えた、間違えた。まあいいや、カットしましょう、ここは。どうやってカット？あ、これでいいか。じゃあ、よし。わ、めちゃめちゃたくさんいる。君は帰還と。あ、まだあるんだ、クエスト。エフェミ。はははあ、出払ってるんだ。タタル。ほんほんほん。